アーリントン国立墓地での静寂と敬意を恋願う表示尊敬とは重要と考えられる、もしくは大いに尊重、または留意される、ある人や、あるものに示される肯定的な気持ちや行為である。それにより良き人柄や価値あるものへの賞賛の思いが伝わる。そして尊敬は、ある人の要求や気持ちへの気遣いや配慮、考慮を示すことで、 その人を敬う一連の過程でもある。一部の人々は他者を援助したり、重要な社会的役割を果たしたりして、個人からの尊敬を得ることもある。多くの文化において、個々人は、そうでないことが証されるまでは、尊敬に値するとみなされている。尊敬を示す礼儀には、西洋での、ューやインドアタークでの、生捨てのような簡単な語句もあれば、軽いお辞儀や、微笑み、 直接のアイコンタクト、簡単な握手のような身振りもある。ただしこれらの行為は、文化的背景によっては、とても異なって解釈される場合もある。尊敬とは、能力、資質、業績に引き出される、誰かまたは何かに対する深い賞賛の感情である。継承とは、人や動物を指すときに、尊敬の念を表す言葉や、表現のことで、多くの場合は代名詞である。 通常、継承は二人称と三人称に使用されるが、一人称に使用するのは一般的ではない。一部の言語では、小生や愚僧のように二人称や三人称の相対的な名誉を高める効果がある一人称の謙譲語が存在する。例えば、日本語では社会的地位の高い人と話す際に、相手の名前の後ろに三をつけたり丁寧な言葉や敬語を使ったりしない。 ことは失礼にあたる。中国では相手を下の名前で呼ぶのはその人が長い付き合いの知り合いでない限り失礼だとされている。仕事の関係では互いを肩書きで呼びかけるが家庭ではあだ名や親族関係の言葉で呼び合うことがよくある。中国の文化では個人が友人に対して縦へ数ヶ月年下や年上であっても後輩や先輩と呼ぶ場合がある。 中国人は相手に年齢を聞く際、相手をどう呼べばよいかを考えている。可能性が高いため、互いの呼びかけ方を知っておくことが大切である。夫の足に触れている妻世界中のイスラーム文化では、人に敬意を示す方法が多くある。例えば、親や祖父母、先生の手への接吻が推奨されている。そして、ムハンマドイブンアブドゥラフの言葉には、両親や、 先生の顔を笑顔で見ている人は必ずあッたーフから、成功と幸福の褒美が与えられると記されている。インドでは、自らの足が誤って本や文書他人の足に触れた場合、敬意を表すために、右手でジェスチャー、プラナーマをして謝罪する習慣が根付いている。この習慣は、富の女神楽趣味に関わる貨幣にも適用される。プラナーマに加えて、 足を触ることも尊敬の印とされている。例えば子供が祖父母に挨拶をしている時は祖父母の足に手を当てるのが一般的である。インドの文化では足は力と愛の源と信じられているからである。アフリカの王家やそれ以外の一部のコミュニティでは尊敬の念は拳を触ることで示される。欧米では当たり前に行われている身振りは 他の地域では失礼とされることがある。例えば、日本では人は人に直接指を指してはいけない。挨拶やお礼をするときに身分の低い人が身分の高い人よりも低い位置でお辞儀をしないと無礼な言動とされることがある。お辞儀の持続時間や程度は年齢や地位等の多くの要因に左右される。ジェスチャーの中には女性だけに適用されるものもある。女性が 化粧品やブラジャーを身につけていないと、職業倫理に反すると思われたり無神経だと思われたりする可能性がある。日本の文化とは異なり、中国の文化では挨拶や別れの意思表示として頭を下げる必要はない。一般的に、お辞儀は年長者や先祖への敬意の印であるために、お辞儀を頻繁に行うのははばかられており、頭を下げる代わりにお腹の高さで右手の拳を 左の手のひらで包む。挨拶が丁寧なほど、尊敬の念を示す。サンジョアンダバラにある、尊敬されたければ尊敬しろと書かれた看板。ありがとうございます。